くなるんだって。そりゃ空気を使ったらすぐ周り止めから。これをやってますが、配信が配信しております。誰が見てるかはちょっとわからないけどしてます。ルールどうするんですか。ゆずるさんどうするんですか。ルール僕も考えてないです。ちょっと今日はずっと二日酔いで苦しんでてコンディションが良くないので、僕が二日酔いで、さあ何かあるといいですね。何して6人って書いてある。何したいっすか。なんかしたいルール、ヒデさんなんかやりたいルールある。ない、うん、何でもいいって。気持ち悪い。さて、何しますかね。吉沢さんがいた。ゆりち？吉沢なんつったかな。下の名前はなんか、あの仲がいい人は知ってるけど。さあ、そうですね。あっさり。まあやってない。実際。
10人いるって。いや、知らない誰ですかこれ、わかんないですね。ムートモ、ムートモって誰でしたっけ。さあはじめまして。さんのやつ、トーナメント用のやつ。あー、ちょっと待って、ないんじゃない。日付が分かんねえ、うん、20日。
それそれそれ。今9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、入力効かないんだけど、なんで？入力効かなくなった。あ、これか。あ、なんか入ってる。やべ。あ、ここに出てる。平気平気。ああ、ダブルイルミネ。はい、じゃあ、決まりました。ルールちょっと思いつかなかったんで、普通にシングルでダブルイルミネーションにしました。で、13人、あ、シードが3人ですね、はい、じゃあ OK かな。はい、でもあれだよね、あの、いない人が、まだ来てない人どうしよう。後回し。3人もいないけどね。後回し。じゃあいる人からやります。はい、で、なぜかのじ合いがね、始まっているんで。やってる、あそこがやってる。あ、よりによってあそこでやってます。これ、あー、残念、さすがにヒデ対グッチではないですね。決勝まで当たらないんですね。
いない人は誰？金子瀬尾青津。なるほど。あ、で、なんか URL をコピーするして貼ると、ここのチャットに貼れば、いや、それかな？そう、これ貼って、はい、多分これで見てる人もトーナメントが見れるんじゃないかと思います。え？え？いやー、これは今のは、あ、ペコさんだったの？俺グッチさんだと思ってた。色で なんで続けてんの？やるよ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 。お、しかもメインキャラを出すのを失敗した。はい、じゃあ、これはじゃんけんじゃなくて、上がワンピー、下がツーピーでいきましょうか。はい、でまずはペコさん対サイコクロニックさん。ワンピーこっち。てかペカソンキャラ何？エスケン。はい、消して。さあ、始まります。1回戦はペコさん対サイコクロニックさん。これマイク大きくね？多分大きい。なんか変えて、手動で透明のマイクでやるっていう手もなくはないけど、まあこれでいいんじゃない？ちっちゃくなった？はい、なってないけどいいでしょう。いや、入力は少なくなった。あ、そう？多分。さあ、サイコクロニックさん、何度かバーサスで見かけしたんですけど。そうですね、カナダの方だったんです。カナダカップってこの間ありましたもんね。まあ、スト5のね、やってる。それがまあ、いや、2も、3人ほど。そう。てか、松尾さんいるじゃん。なんかちょっと、後でちょろっとお話聞きますか。お、うまい。お、それっぽい踏み込み。スト2していく感じですね。スト刻んで。これは、どうなんですかね。この飛びがやっぱめんどくさいから準備も一筋縄ではいかないんでしょうけど、ゲージが溜まると厳しくはありそう。まあ X よりは嫌なのかな。とりあえず使って裏に、あー死んじゃう。あ、でも投げ抜けがないから微妙、あんま変わんない。あー、いって届いちゃった。はい、はい、次何？瀬尾対比で、瀬尾さんいないじゃん。ので、トネ対ユーズルですか、じゃあ。てか、トネさん、今日何？ユーズル見てからダルシム？いや、今日はキャミーですよ、キャミー。今日キャミー？うん。キャミーでもいいですよ、別に。さっき、中村さんとやってきたんで、多分大丈夫です。入力できねーと思ったらって。はい、入った。はい、じゃあトネさん 1P 向こう。ムーさんが初めては嘘でしょ。さあ、ワンピガーがトネピーキャミーで、ツーピガーにユズくんの DJ。
さあ一見消化試合とも思われるこの組み合わせ、トネピー頑張れるのか。投げて、さあ多少まで使って空振ってピヨってないけど、よく逃げた。さあフリが逃げられたが、投げて受け身取ってない、まだあんのか。なかった。さあしたら次がいない。さあいない人間はいないのが悪いということでいいんじゃないでしょうかね。いいんじゃないですか、いない人間は。じゃあいないってことに。いないね、不先輩でいいんじゃないですか、ね、はい、とりあえずは。さあ、とりあえずあれは、まあ、いる人間が、まあ、とりあえずここら辺勝ち抜けの、できるところはそうですね。あのマッツンさんとペコさんのところと、あと鈴鹿さんとユズルができるので、そこやりますか。そこはそうですね、やって、マッツンさんあっちで、いやワンピースで決まってる、あのこの 上下で、すでに俺ワンピースじゃん。普通にそのルールどうかと思うよ。はい、さあそろそろトーナメントが進められなりそうだ。ラウンド1ファイト。さあトンでいる。さあ画面端上取り囲しに行く。うわ、ドンピシャ引いて飛ぶ。こんなやつやります。誘ってね。全然駆け足じゃなかったですから。さあ、飛んで。うわ、届かないんです。さあ、画面端つらい。脱出していきたい。あれが落ちない、落ちないんですよね、あれね。え、じゃあもう全員飛ばしちゃう。そうですね、まあいないならいないでトーナメントは飛んで間に合わない。最初にやったキャラで踏み込んでくる。おっと中足を投げて、これが間に合う。うわ減った。じゃあもう全部なしにしよう。それとりあえずまあこれいる分でやりますか。なおやる。それで、まあ、次来なかったら全員もう負けで。鈴鹿さん対俺、鈴鹿さんとゆずるさんがやってる間に人間が来なかったら全員負けます。はいはい、3人来たら許しましょうか。自動的な負けに置いときます。さあ打っていく。打ち合いになって食らって、フレームで整えてファイヤー。さあ引っかかってしまう。いい、近づいていく、近づいていく。これはと間に合わない。下がって下がって上から来る。
大パン食らって、怖い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 、大丈夫だった。さあ開幕、お互いさっきは打っていったが、今度は技ない打ち、飛んでと引っかからない、投げに行く、蹴って画面味はつらい、スラキャンジャックでも抜けられない、届かないが、さあ引っかかってでも表からめくりに行く、飛びがショーキック強い、飛びが刺さる、潰してピオリそうだったが飛ぶ、さあファイヤーでなんとか押し、あーっと引っかかって投げない、上から来る、これは避ける、さあ強気に強気に前に行く、譲る大キック、ファイヤーの出来はで、人間が来たそうですね、人間が来たそうですよ。はい、じゃあもうすぐやるよ。はい、瀬尾さん、大会始まります。瀬尾対ヒデ、ワンピー瀬尾さん、いやー、勝ってよかった。じゃあいいや、ここ全部やっちゃおう。瀬尾対ヒデの勝った方がいろはさんでお願いします。これはどうなんですかね。何が、いや、どうもこうもないですどうもこうもないです。あーっと引っかかるでしょう、キャラですっていう感じ。投げて背中、今なんか何かが巻き込まれましたね。今テンションでしょ、ね、テンション、あのものすごい地面に近いところしかあの判定がないんで、背中切り落とせない時あるんだ。ちょっとでも高い位置にあれが来ちゃうとダメっすね。ね、あーうまい、同キャラ戦の肝があまりよくわからないが、下がってゲージを貯める。むしろこれはだからその瀬尾さんの反応ゲーになってますんで、どのあれも。あー、くぐれないが、お、何やったの今の、何の召喚うーっと、さあお互い止まった、もう待ってるぞ、待ってるぞ、待ってるぞ。なんか対空には戦列は使わんということでしょうか、ヒデさんの動き的には。あーマジマジ、運が悪お、あの距離、はい、あの距離でも刺さるんですね。瀬尾さんそのまんま、イルハさん入ります。5、これでも 1P2P 入れ替わるんじゃないの。いいよいいの、いいよ、適当かよ、適当かよお前どんだけだよ適当すぎだろ、いいよもう。5、さあこれは死んでる、相当辛い。どうなんすかね。あー、これストリートファイター2じゃないですかこれこれストリートファイター2ですよこれ。どういうこと、当て投げ一回投げたらだってこれ死んじゃうでしょ。いや、そんなことないんじゃない。そう、もう一回投げたら体力7割ぐらいなくなってましたけどいつの間にか。いや、だってアンドフィンにならないから。マジならないんじゃない、画面端は。まあ、画面端はならないかも。これ辛いですね。前に出ないと死んじゃうんだけど、前に出る技がなさそうですね。ないです。ガエル。ピョンって、ピョンって跳ねたらだって死んじゃうでしょ。さあ、チャージ完了。ソニック見てから飛ばれると、辛そう。相当きついと思いますよ。で、めくりもない。これは辛い。どうすんだろう、これ。ガードにはなるが、ああいう感じになります。うわーっと、もう惜しい。もうちょっとうまくラッシュできれば。はい、はい、次、上上上。こっち。5だよ、5。そうっすね。青津さん対川島さん。青津さんキャラ、なんすか、ガイル？はい、どうぞ。じゃあ、エントリーは何でもいいっす。
何でも、まあ、キャラ固定だけど今決めていいっす。誰なんか言わないけど、まあいいや。ニヤニヤしてますね。あ、龍だね。龍ですか。龍でしたね。さあ、いや、でも昨日青津さん優勝しなかったっけ、あのニュートンのやつで。チーム戦だったんじゃないんですか。おー、タツ優勝してましたよ。あの背中向けてたけど、あ、違うな、映ってたな。ど真ん中で映ってたな。うん、適当にいい感じに散らしてきますね。あー、うますぎる。近づいていく。投げ今何、中スラ、中スラ、スライディング。中スラだとめり込んだかな。さあ、オッツンさんはいい具合に適当なチラシをしてくる。適当というか、まあ逃げしたいですからね。そうですね、逃げてなんか手を出させてみたいな。お、うまいね、うまいね。いやいや、それはダルシムメインならね、やってもらわんね。うまい。さあ、追い詰められたが真空がある。真空から何かが決まれば、あー、投げる。勇気の投げ、勇気ですね。なんか青津さんの昇竜拳が見えたような気がしたんですけど、気持ち的にはそれは昇竜拳になってなかったですね。なんかコマンドの音も聞こえたんですけど、ガチャッっていう音が聞こえたんだけど、コパンが出てた気がしますね。いや、逃げるな。お互い空中戦しますねこれ。いやでもね、ゲージ溜まってるからね。おっと、ちょっと追い詰められてるかこれ。さあ、上から行く。あっと、ちょっとでもこれいけるか。めくり、うまい。すげえの入った。つながるつながる、つながります。中スラ、小スラでつながるんじゃない。余裕でつながります、うん、いやー、痛いの入ったな。でも多分あの画面端寄りのあれっすよね。そうです、そうです、そうです。ギリギリ後ろの隙間があったからできるやつ。次はグッチさんと金子さんですか。はいはい、どうぞ。え、ワンピー、グッチさんワンピー。あ、そっか。え、グッチさんキャラ何？リュウ？ダルシムでもいいっすよ。ダルシムだと次ダルシムだから。さあ、リュウガエル。さあ、金子さんが日曜日の大会に来てくだ、俺も欲張りダイボス。ゲージ溜まりすぎだよ。うまい。龍戦は大好き金子さんですが、うまい平成。お、これは読んでいたか。竜巻が電狩りなる。さあ、グッチ金子、投げて、うまい。あ、当たんないか。ねえ、まあ、ダイパンは一応後ろも痩せてるはずですよね。なんかパンチ系出すと痩せるっぽいっすよね。バックジャンプどっちだったかな。ジャックと今日は同じぐらいだったかな。うわー、つらい。ラッシュがつらい。これは下段ガード硬いぞ。金子がいる。ここで投げる、はい、辛かった。非常に辛い。はい、グッチさんで、じゃあカワシム対グッチですね。こっちワンピーがカワシムさん。なんだっけ、トーナメント表なんか更新をしたら更新されるんじゃなかったかな。URL 変わってないですよ、うん、確かあの F5 だっけ、あれ押したらなるはずです。確か確かね、確か
あの 見たことないんで分かんないです。確かになります。さあ、おー、うまい。うまい。うまいなぁ、なんか動きが機敏だな。いやー、ここぞとばかりに突っ込んできますね。投げて、おぉ、そのパテレポ投げる、知った。その場でテレポ美味しいっすよね。美味しいっすね。どう怪しいんだっていう。あれ DJ だったらどうするんですか。なんかためがない状態で目の前に出てきちゃったら、タッチューパン、しゃがみチューパンか、はい、タッチューキック、しゃがみチューキック、あー繋がるのか。そっかそっかそっか。いや俺はアクセルチューパンにしちゃいそうっすね。うわーっと、ちょっと変幻自在の。あー、ユンピョウもする。あれ早すぎんだよな。もう雰囲気でタッチキックを置いとくしかないですからね。大丈夫だった。ずらしてショースラから投げに行く。ここは投げをこすっていた。中ボスを投げて当たる。避けたつもりが、中ボスをテレポで避ける。いや、トップスピンじゃなかったからまだ生きてますね、これは。あーっと、ドンピシャー、真空じゃない。あ必死、諦めちゃったな。お互い必死。じゃあこれで、戻りましょう。今のが11でしょ。勝ち抜け先に決めていいんじゃないですか。こっちだ、はい、ペコさん対瀬尾さん。ペコさん 1T、 瀬尾さん 2T。S ケンチュンリーはどんな感じですかね。さっきもやったか。多分 X ケンよりは嫌なんじゃないかなとは。どうなんですかね、膝とめくりの存在のあれもあるんで。いやでもあの S ケンのめくりも見えない。どっちにしても戦列に抜けづらいんじゃないかな。ジャックハードを飛ぶの遅いんで。X より遅いんじゃない。え、マジ同じじゃないの。月がどうこうとか、月軽減のあれがどうこうとかじゃないんですか。さすがに性能は同じでは。そう、月が1フレーム短いだけ。そんな感じの巻き込んだ。いやでもそれは辛いですね。ここから逆転するには瀬尾さんのミスを期待するしかなさそうだが、どうやってミスらせる。波動と見せかけて、なんか技出して光って勝利。あー、そんな、あの波動拳に似たモーションの技がないんですよね。 DJ のなんかあのフェイントと違ってね、はい、ただね、瀬尾さん一回やったらもう食らわないんで。学習機能の高い、そういうことです。うまいぞ、ちょっと歩いてくぐりましたね、今ね。で箱のせいで踏みもしない。ああ、画面端に鳥かごしてるはずなのに鳥かごが続かない、続けられない。中小流で引っ掛ける。うまい。え、マジで仕込んでる。うまい、ペコさん、マジマジやる。仕込んでた、すごいな。あれ、あんなの入るんだ。スピバー出ちゃったらコパン小流すればいいんだ。へへへ。まあ治療じゃないにしても小流だったら反撃はない。すげえな、あんな召喚使っても小流傘当たりとかするんじゃないね。すごいすごい、初めて見た。さあ、こっからは共犯のおじさんの始まりか。始まらない。あーっと、漏れてしまったが、ちょうどいい感じになった。あれって S 剣だったら、はい、うまい。当然のように抜けてきますね。そうなんですよね。困りますね。で、5、5、こっちか。はい、打てない。で、ユーズルカージュ、また誰ジムなの。さあ、カワシムユズル。
今日は13人参加の、シングルのダブルイルミネーショントーナメントをやっております。ストリートファイター 2X はあまりこうシングルの戦いが行われないので、たまにこうやって何でもいい時にやったりします。さあ抜ける、うわーっと笠谷になる。さあ使ってしまって一旦下がる。ここからはもう守るだけか。守ってるふりして気まぐれで飛ぶ。さあおーっとうまい、体力を取り返すのがうまい。かわしむ、投げて、ここからはもうわからない。うまい、なんか変なん出た。これは痛恨、なんか変なん出た。立つか、立たない、ダブルノックアウトです。さあ開幕突っ込んでくる、飛んでファイヤー、それでも打つ、打たざるを得ない。ジャックファイヤーでちょっとずつ追い詰める。うまい、刺さないのか、あの大キック。飛ぶ、引っかからない、逆に行って、これは美味しいインフィルノ、ドンピシャです。だって大キック、ピヨるんじゃない、大丈夫、フレイム、うーっとお互い何もしない。大キック投げる、スライディングから投げは最強。一応ジャックを出してたような雰囲気はあったんですが、おっとヨガスナイパー、確かに開幕バックジャンプ大キック強い、大ジャパンチは強いっぽいですね。あっと投げられて、おっと仕込んでる、投げ分けで中盤出ちゃってもいいように仕込んでおいたっぽい感じの動き、うまい。さあ上から行って転んでしまう、裏、うおーすごいくくり方した。さあ追い詰めたかと思ったが、いつの間にか追い詰められていたのは DJ だった。さあお互い溜まる、お互い溜まって積極的に前に出てくる DJ、 カクカクしてる。カーシムさんもカウンターをする気満々、上突っ込んでいく、投げる、素直に投げる、スライディングからスラスラファイヤーになっている。今度はインフェルノして投げ返す、さあファイヤー打っていった、どうする、さあドリル、スライディングにドリルが合わさる。いやまあまあ今のどっちかって分かんなかったですね。スライディングした、そうスライディングカワシムさんが、はい、でじゃあとりあえず勝ち抜けの方の決勝を先にやっちゃいましょう。瀬尾川島ですね。え、ああそうですね、リセットするのがめんどくさかったのでそのまま入ってもらいました。いやこれ残留ステージなんでダルシムが不利ですね。マジどうなんだろう、でもほら瀬尾さんじっくりやりたいみたいな、ほら画面見ていきたいタイプだから、どっこいどっこいかもしれない。ピヨンない、ピヨンないか。さあそれで手前に、その瀬尾さんが反応良すぎるのを生かして手前に落ちるドリル、いやもうああいう感じになりますよね。うまい、うまいです。そうああいうのもね狙ってくるんですよね。サガットは番サガットはね、バンになってるわけじゃなくて誰も使ってないだけですね。さあなんか今英語でサガット禁止ってマジみたいな感じの書き込みが来たんでうまい、ただ使うつくは少ないだけですね、サガットはね。サガットはそうっすね。うおーっと使わせた、いやなんかいろいろごちゃった。あーっと体力、いやこれでもゲージを貯めるか、体力負けてても安直に来ないのが瀬尾さんのいいところ。ゲージを貯めるんだ、ほら貯める、ほら貯まった。さあここからそれが正解だ。いや冷静でした、冷静です。サガットは別にです。うまい、暴れて5番を置いておいた。最強クラスとは言わない。
というか日本ではそういうことにはうまい逆に投げるなってないですよ。バカになってしまった。うまい、フォローがうまい。でも5パン結構瀬尾さんはもうダルシムが空中に浮いたのを見たらもう即5パン、もう何でもいいから押すみたいな感じになってますね。厄介ですね。なんかドリルドリルラッシュになってた時、なんか昔ぬきさんの動画を見た時はぬきさんは本当にもう即何も考えないでチュンリーサマーを置いてたりしてましたね。高かった、高い。バックジャンプ、バックジャンプの方だったら違ったかもしれない。垂直が前ジャンプだったんで、はい、5番さあ、じゃあ負け抜けの方のやりましょう、はい、サイコクロニックさんと鈴子さん、さあこんな感じです。さあ、インド人と中国人が日本でクラゲと火を吹いた、なんですけど、え、なにこれ。でもこの斜めの瓦ってさ、はい、何これ、何をモチーフにしているんだ。屋根だ。屋根でしょ、うん、屋根だとしたらここはどこなのってならない。いや、それ確かにこの板何ってなるけどね。演舞場だってこれ全部屋根じゃん。まあこれあれでしょ、なんか演舞場みたいなもんでしょ。あのほらなんか看板あるじゃん、だって端っこに風林火山でしょ。そうそうそう、あれがなんかこれ、この演目が風林火山みたいなこと、なんかそうそうそういう。あ、そうなんですか。じゃないの、なんかほら清水じゃない、清水寺的なさあ、そんなことをしてカメラは今日はね、どこにいるかあるかわかんないんですよね。3、3、なんでこれ3押せないの。そうなの。あ、間違えちゃった、間違えちゃった。はい、何ですか。間違えちゃった。あ、そう、あ、そう。デリートはないの。デリートはデリートやったんだけど、なんなかった。3の3消えた。お、よし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 、エリンが7度。そういうこと。さあ、秀田井口、秀田井口ピョッタピョル、コンボはそれできてた。カメラを修理とは言うんですが、カメラがどこにあるのか今分からない。カメラのね、見当たらないですね。どっかに、どっかに行っちゃいましたね。はい、きっと、あ、下にある、下だなこれ。さあ、今度は一方的にグッズさんが攻めている。5パンで落として取り返せるか。さあ、ピョッター死んだんちゃうかこれ。さあ、死んだ。イエーイ。さあ、6がウィン。次は、トネ対マッツンとなってますね。これじゃあ僕が 1P 側ですね。キャラがダメです。さあ、キャミー・ケンはなんか4-4じゃなかったかな、これ。4-4って誰かよ、ですか。中村さんとか田坂さんとか4-4って言ってたじゃん。お、すげえけど狙ったのかな。いやー、美味しい、美味しい。フェイロンステージ特有のファイトの前になんかちょっと重くなるやつが今出ましたね。あれになった時は最速の球が出せないんであんまり打たなくなるっていう。
ろいろ。いやー、なんでアクセル？逃げるけど逃げれてない。おっとおっと、これはこれはバーサスの剣使いはみんなこうなってしまうのか。さあ、次青津さん対金子さん、1番こっちか。諦めなければよかった。諦めてしまった。まあそうだよね、ガードもしてなかったもんね。諦めちゃった。何も出していないっていうやつですね。諦めちゃった。さあ、いやもうあの時は、はい、リバサが出るかどうかを練習するんですよ。あ、とりあえずコマンドはしないと、何でもいいから。時間をね、時間と機械は有効に使っておこうってことですね。そういうことです。勝つ勝たないはともかくとして入力はするんです。家庭をね、大事にするってなんかジョジョで言ってましたからね。言ってた言ってた。5部で。5部はもう覚えてないな。5部までだったら大丈夫。さあ、うまい。おー、うまい。後ろ画面端に持ってった。300円が入って、投げる投げる。さあ、手堅い金子ガエルと適度に荒らしてくる、ま、青津さん。真空さえもらってももう大丈夫。さあ、あれ真空出なかったんですけど、ね、本当だ、青津さん。何誰の竜だか分かってなかったか。そうですね。いや、なんか色さんじゃないよなと思って。うまさ、何もしない紳士。なんか慌ててますね。あー、巻き込まれ。大丈夫大丈夫、優しい優しい優しいですよ。踏んじゃう、置き攻め、めくりに行く。大事。いや、硬くね、硬くいきますよね、ここまでいくとね。ダブルサマーでもめくりの竜巻ってダメなの？逆に出てくれればいいけど、竜のいる位置で決まるんで。あー、コマンドとかね。ガエル側は運になります。へぇ、空中で引っ張ってうまいってくれればいいけど、うますぎない。これは暴れたところに刺さる。いつものいつもの投げじゃない。昇竜は壊しから昇竜か。やらしいな、これは。なんか中盤で、まあ、小足か中足か出してましたね。で、次、番号順にやってるんで。じゃあ上だよ、ここだ。これこれこれ、いや、これでしょ。これか、これ青ツン、いろは。はい、青ツン、そのままいろはさん入って。はい、ステージが嫌だったら消します。ステージが嫌じゃなかったらやります。フォーク、あれじゃないですか。でもフォークステージ嫌な人結構いるよね。うん、あれでしょ、スーパーから入ってきたキャラのステージはみんな好きじゃないですか。なんかほら、後から開発されたからかわかんないけど、スピードも安定してるし。あ、そうでしょ。好きっていう、うん、だってキャミーもフォークもフェイロンも、あと一人なんとか言ってないな、 DJ だ、ごめんね。DJ ステージは結構、いや、キャミーはみんな好きだと思うけど、あ、スピードが安定してません？なんか、そもそもそんな無茶なことにならないでしょ、あの4人のステージって。ちょっとフェイロンだけ怪しいけど、うん、動くものが多いから。 DJ は分かんないな。 DJ もだいぶ普通のスピードだと思いますよ。まあ、スピードはね、そうね、速すぎず遅すぎず。なんで、さあ、これはいろはさんは結構守ってやっぱ勝ちたいっていうね、動きですよね。なるべく本当にこうやって相殺してって、はい、もういい。ガエルはそうなったよ、時間切りで勝ちたいぐらいの、はい、まあ、ガエルの本来の姿ですね。うーい、さすがにね。さあ、露骨マン、うまいぞ。 S ガエルっぽい。お、2回転目にちゃんとやっていく。やりたいだけ、突然アッパシやりたいだけだったやつだ。やれてよかったねみたいな。さあ、
あーっとノースリフト。なんで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 、さっきは昇竜拳出せたのに、なんか竜巻にしてしまった。ダヤシ2回転目思わず、あっとごまかして中腰下がる。これ下がられたらめっちゃきつくないですか。何だと、あのなんか全体的に竜が下がってきたら結構辛そう。そうっすね、辛そうっすね。なんかいい感じに戻ってきたぞ。さあこれどうするどうするこれ。頑張って2、3回飛び食らっても平気だぞ龍が。裏剣を狙いたい。あと裏剣を7回ぐらい当てればいける。辛すぎる。さあなんか大津さんが挑発してきますね。小竜巻で目の前に来て もう挑発してくるな。辛い戦いでした。10で次、鈴鹿さん対ヒデ。さあ今日あれですかね、ヒデ君はあのチュンリの4人に合わせてピンクなんですか。そうなんですか。好きなんじゃないですか。うわー死んだ。お、繋がってないよ。しかも繋がってない。真面目にやって。どこがどう繋がってないんだ。飛びからが繋がんなかったです。そこですか。はい、無理によってそこですか。さあなんとなく、まあでも飛びの期待値めっちゃ高いからな。高いけどだってブラストークとかしかもう恨みねえもん。いや、開幕の前だったら右折とかもいいんじゃないの。まあでもなんかそれで落とされても何みたいな感じじゃないですか。いやそうだけど、だからということはなんか飛ぶメリットもないのに何やってんのみたいなことになるわけですよなんか気持ちよく打ってみた戦列も刺さる。いいですね、今日はそういう運気なのかもしれません。さあ下段、執拗に下段。邪魔っちゃう。いやーマジか、炸裂。きつい、きついきつい。おさあきついやつだった。綺麗にしっかりやったね。はい、で6、点点次で、マッツンさん対青ツンさん。はい、さあ、龍拳多分青津さんは相手キャラあんまり関係ない感じの、そうだね、最低限抑えておいてみたいな。うまいこと逃げながらゲージを貯めてなんかやろうみたいな。下がりますね。松井さんも結構様子見してる感じですが、画面はかなり押されてますね。いやもうこのまま過ごせば勝ちですから。うわうまい。昇竜どうせ竜巻するんだろうって感じの動きでしたが、うまい。おお、股間見せた。はい、さあ今度は追い詰めたが逃げる。逃げますね。もう十分な体力は取ったってことですかね。なんかあっち行け中足、あっち行け中足が強い。ドンピシャで飛んでる。しかも中足まで挟んだ。めっちゃ減るやつ。減ったやつ。いやー終わってしまいました。で次上、ヒデ対ペコ。さあピンクのチュンリーと赤剣。お互いの
何もしないが飛んで、なんか全部チュンリーじゃない？え、何相手が結構さんないで3回目だよ。まあ 3人いるからね。3人じゃなくなった。サイコさんと、ね、セオさんと3人いるわ。ぜひ、わー、カウンターで昇竜巻き込まれないが大足追加する。まあ強いですよ、大昇竜じゃないと無理っぽい。いや、S 剣は大昇竜で単独する。すごい、当選列じゃなかったが、見てる見てる。どうすんの。踏み込んできた大昇竜。燃える、燃えますよね、これは。燃えます。なんか苦し紛れでスピバ打ってみたら偶然無敵で抜けたりして。スピバぐらいしかないんじゃないですかね。うおっ、いや、運がいいぞ。うまい小判で、これはガードするしかない。投げる、飛んでる。ダメージつらそう、つらそう。またも大昇竜。ダメージつらいってなってダマ打ったところに飛んでましたね。うまい。2で、マッツン3対俺、はい、はい、スイッチよろしく、ゆずるさん。ゆずるさん、スイッチよろしく。さあ、さあ、この勝者がペコさんとアタリーノで、敗者復活の最後に待ち受けるのは川島さん。おっと、ダメージ到達、波動ストリームが始まる。波動拳弱弱弱弱、つらい。波動打ってく、下がって下がって、これはめくりに、強引にめくりに行ったが、しっかりが、さあ上は通さなくて、めくりから投げない、さすがに投げない。うまい、ジャック入れておいて、ちょっとリードして逃げる。さあどう取り戻す。一度と勝ってるっぽいが、さあこれは待ってた。飛び噛み合ってめくる、これは逃げる。昇達昇昇竜だった。上から投げ返す。さあお互いイーブンぐらい。さあちょっと、おーっと、中足超級剣スライディングに刺さったっぽい。スライディングめくりはガードから下がる、上巻き込んで、飛んで、ちょっとね、5番昇竜、変かもしれないですね。変かもしれないですね。はい、で、このまんまじゃ、このまんまだな。ペコさんとマッツンさん、ペコさん、ホークステージでよければこのまま入ってください。またホークステージだね。メガドラのコントローラーって6ボタン並ぶやつ。それサターンじゃないの？メガドライブもだっけ？ちょっと見たことないんですよ。さあ上、メガドライブ俺もわかんないな。なんかでも違う気がするけど。飛んでめくり、全部ガードしてる。暴れない。あ、まだ1点、まだ1点、まだ1点。イバサでもいいから先制欲しい。お、500点入った。飛んで投げる、対空が。いやでもね、あの近い間合いでね、足を意識してるところで飛ぶって結構嫌なんですよね、うん、嫌っていうか反応、まあ長州さんがそれうまいんだけどあと残機使いね、うまい残機使い、みんなそんな感じです。そうですよね。ドハイキックで対空、さすがに強い。
さすがのロケッティアですね。空中竜巻に勝ってましたからね。まあ上には最強技ですからね。うー長いな、大キックがめっちゃ長い。巻き込んで大パンで対空、昇竜で割っていくぞ。昇竜が裏に抜けない、低かったっすかね。さあこれで、ペコさん対カワシブさん、じゃあカワシブさんがホークステージ良ければこのまま入ってください。メガドラも6ボタンあるって。6ボタンコントローラーでは最強。あ、そうなの、みたいな。なんかパターンのやりやすいとかいう人がね、多いなかった、多いですよね。さあ空中立つわけで執拗に荒らしに行く。まあレバーだと KOF のあのコンボができないけど、コントローラーだとできる。ピオル繋がってないよ、また繋がってないよ。マジ今3ヒットだったよ。2ヒット目でピオったんじゃないの。違うと思う。マジ2ヒット目じゃピオんないよ、そんなに。抜けて、しかし投げる冷静。いやあれ、中小竜抜けるの結構張ってないとね、バレるまでは結構有効。うまい。おー、ピオンない。なんかいっぱい使った。いっぱい使った。運がさあ、なんとか息を吹き返したダルシム冷静。おー、投げる。さあ、ここから大キック冷静に待ってる。さあ完全対応してる。ファイヤーモードになってしまった。ゲージもたまる。冷静にしゃがんで投げて何もしないから、とりあえず使ってみる。さあペコエス剣どこかで上から行きたい。大パン、お、引っかかる。大キックが置いてあった。さあ、あと一発。ここは冷静に見ていた。さすがに厳しいですね。さあ、カージュンさんが、残ってこのまんまですね、決勝。瀬尾さん、瀬尾さんがライフ2ですね、はい、2回負けれます。先ほどはやられてしまいましたが、川島さん。え、そうだった。ほら、ウィナーズのね、方で決勝だったんですが、またしても勝ち上がってきた。うまい。もう手前落ちはさせんぞと言わんばかりの中足。投げ返す根性。しかし暴れない瀬尾純理。めくって、マジ。投げに行くふりして中段はちょっと辛くないですかね。さあ使って投げる。いやー、どうすんだろう。逃げ、ヘッドとか。さあ大キック、瀬尾さんがこのまま敗北せずに優勝してしまうのか。うお、うまい。うめえ。さっきのやつだこれ。さあしかしまだカワシムの命の火は灯っている。うおー、あー、届く。完璧でした。決まってしまいました。瀬尾さん完璧でしたので、優勝者コメントコメントお願いします。コメント一言でいいから、余裕でしたとかでもいいから。12月の大会頑張ります。はい、12月の大会ね。はい、そうですね、フォックスがありますからね。瀬尾さんとかでも俺チーム分かんないからちょっと話せないですね。言ってたらようかと思ったけど。さあ、ということでした。まあ、ちょっとね、リガさんが急遽いないので、ちょっと二日酔いと遠征勢でなんとなくお送りしましたけどもね。じゃあこれで
今日の大会は終了です。の試合を誰かやってください。お疲れ様です。お姉さんチーム決まってるんですか。はい、チーム全く。あ、じゃあ一応もう一回トーナメント表を貼っておくんで、今日の結果の、はい、これですね。この今貼ったっつって、今貼ったってこれ喋ってもちょっとタイムラグがあるから。え、チャットも遅い？いや、チャットが先に出ちゃって、この喋ってんのがなんか1分ぐらい遅れるんですよ。だ、 だから、まあ貼っといたんで、大会結果貼っといたんで。なるほどね。はい。そうですか。ということでございました。でもなんか普通に瀬尾さんが 1P で綺麗に動いて勝っちゃうと、うん、なんか言い訳できなくなっちゃった。いや俺マシンガン4回出したからね。めっちゃマシンガン出とって面白かったっすね。SDJ で真ん中出さないから。いや、まあしょうがないっすね。ね、うん、なんか変かもしれないですね、あれ。僕は試合には負けたけど、はい、一の文字に大パンスパイラルができたから。あれ狙ったの？よし、いや狙ってます、当たり前ですよ。大足と一文字には狙ってますよ。え、一文字も入る？入る。あ、しゃがみくらい限定なくてない？全然違う、大パンからだったらもう絶対入るんで。スパイラルあれなの？弱です。あー、そうなんだ。絶対入るんで。うまい。読んないのかよ。まあ大パン、円大パンだったんだね。今円大パンはちょっとピオリチ低いんで。あ、そうなの。はい、金大パンはピオリチめっちゃ高い。チューチューの方がいいんだ。チューチューの方がいいですね。ピオらせるっていう目的だったら。でもダルシムでもピオンないってなかなか悲惨じゃないですか。なんかね、円大パンは本当にピオリづらいっす。あ、そうなんだ。たまにそういう技もありますね。近距離のね、横からぶん殴るみたいなモーションになると、まあ、ほぼほぼピオりますけど。あ、近い方が近い。近距離ダイパンはピオ率すごい高いんで。あ、だからほらネクリ三段でほらバルログとかは、はいはい、あれでピオってるんですよ。お、そうなんだ。そうです。そういえばさっきチュンリー戦だったかちょっとなんだかは覚えてないけど、なんか投げに行く感じになって中盤近距離出ちゃったけど、なんかそれのフォローでなんだっけ、お前ソバット入ってたのあったじゃないですか。あれで3ヒットになったと。画面端のチュンリーがなんかに飛んで、多分投げを入れたのバイソン、なんか なんだっけ、なんかダルシムじゃない、そうそう、になんか投げに行ったっぽいけど、なんか中盤出ちゃってて、でもなんかそれにソバットが仕込んであったのかわかんないけど、それが全部ヒットしてたっていうのがあって、あれはやっぱり入れてた。あれはでも運がいいんじゃないですか。でもソバット自体は入れた、決め打ちだけど。あ、決め打ちなんすか、うん、投げのフォローじゃなくて完全に中盤そばとやるつもりで、そう投げ式に刺さるぐらいの。ああ、そういうことだったんですね。だからもしスラスとこすってたら当たりますね。微妙、その2フレ出る前の1フレにタッチューパー出るしかないから。なるほど、そういうことだったんですね。しゃがみ弱パンとかしゃがみ中パンだったら多分ああいう風になる。あれダルシムとバイソンは、はい、中間ソバットが入りやすいんで。そうですね、巻き込むやですですね。なんかで巻き込んだら繋がるっていうのはまあ狙って。なるほどね。特にまあでも大体スラストを出しておけばいいから。仕込んでたわけじゃなくて、完全に決め打って打ったんですね、あれはね。決め打ち入ると思ってない決め打ち。いや、僕最近キャミーで中キックで、まあ、軽投げをしに行くときにまあ、投げらんないで近距離中キックとか出ちゃうときあるじゃないですか。まあキャミーで投げミスしちゃって、はいはい、投げれないときになんかボタン押しちゃって近距離中キックになっちゃったり、
キャミーの近距離中ってどういう技だっけ。なんか足ピッて上げてる。いや、ちょっとモーション違うんですよ。あ、似てるけどちょっと違う、ちょっと低いやつだ。そうそうそう、ピッて足上げ、あれはあれがでキャンセルできるんで、もうなんかフーリガン仕込んどこうかなって最近は思ってます。フーリガンでもキャノンでもいいんじゃない。え、キャノンでもいいんじゃない。でほら、ガードになっちゃった時の中キックになっちゃった時に攻め継続したいから、もうまあ投げるつもりで言いますけど、一応前入れて中キックをしてフーリガンコマンドが入れとけば、まあごちゃり、よりごちゃりやすいかなっていう。そういうのはいっぱいあると思いますね、うん、っていうのはなんか思いますね。だって止めたら終わっちゃうから。そうそうそう、だからどんどんいろんなところにあのフーリガン仕込んどけばいいなっていうのは最近ようやく気づきました。さっきのダルシムにやったのはなんとなくで、バイソンには、はい、仕込んでる。バイソンが投げ返しで中盤だったら、はいはいはい、あの中盤のモーションに勝ってターンヒットとかはなる。なるほど。まあアニメだ。でもタマキラだと難しそうですね、そういうの。あの間合いが難しいからなんとも言えないですよ。しゃがみ中盤にも近ければ勝つはず、手がかりが。さあ、マックスンさんが必要にフーリガンをするので警戒せざるを得ないんですが、うまいぞ。あーあー、ファイヤー、何のファイヤーだろう。インフェルノでしたね。インフェルノだろ。はい、インフェルノでもダメだよね多分。まあガードになったんじゃないですか、あれだったら。多分出てガードになって全部削れて、多分。いや、後ろに落ちてたから。マジ。いやいやいや、あの最初あのキャノンする前。もう分かんない、うん、非常にショッキングなことに、このキャミーのコバットの2段目が入りやすいじゃん。そうですね、ペイロンとかとやっぱ判定がなんか似てるんで、暗い判定が。いや、フェイロンは入りづらい。あ、そうなんですか。やっぱ、じゃあ横に投げんだ、やっぱキャミー。上半身の判定の位置が重要で。へぇ、だから前の、あ、じゃあ食らってる時に前のめりになってくれると入るってことね。だから、ダルシムとバイソンは前のめりになる。お腹がこう、なるなる、殴られるみたいな。頭は前にあるんで、あれのおかげで入るんです。なるほどね。そうで、キャミーはどうだっけ、横か。キャミーはなんか、そう、全体的に前に頭のあたりは多分そんなに後ろに下がらない。あ、だからザンギー入るフェイロンは上半身が結構伸び取るんで、ソバットはほぼ入らない。ザンギーに入んないんですか。ザンギーは入りそうで全く入らない。へぇ、抜ける。いいよ、抜けんだ。なんだあれ、なんか当たる、燃えちゃうかと思ったけど全く燃えなかった。投げる、攻め継続したいが、大キック、大足に中盤かな。今なんか、ダルシムちょっと下がった。なんか、てか起き上がるの早かった気がする。マジ、大キック、大足に勝ちましたね。出際に刺さった感じ。まあ、相模ジャパンはスラスト以上にひどい技ですからね。ということで、まあ大会後のの試合を垂れ流しております。僕が帰るぐらいには配信止めます。いや、今日やってって頼まれてるから。うん、だって俺帰ったら配信止めれる、止め方知ってる人いないでしょ。でしょ。そうそう、だから責任持って止めます。うん、もう繋がる、繋がるか、あれ竜巻用味。うん、なんかすげえ遠かったけどいい感じに繋がりましたね。いや、誰しもいろいろ当たるんですよ。うん、お、
何ですか。もうチュンリーが今から来る。誰ですか。え、チュンリーいっぱいいるよ。二日酔い全員死の方です。おえー、しかも正面いやだ、早いとダメなんですよ。早いとダメなんだな。俺さっきやんなかったっけ、あれ。さっきじゃないって。やってない。大会では見てないな。ヘイでやったのかな。大会では見てない。ダルシムだって今さ、中盤竜巻が正面から入るじゃん。あ、入る入る。あれはだから上半身が伸び取んないから入る。はいはい、正面が中盤大ヘイルとかも入るんだよ、多分。入る入る入る。だから入れやダルシム一番入れやすいと思う。ダルシム、うん、バイソンより入れやすいんじゃないか。バイソンは裏表関連がややこしいです。うまい。草さんってお酒は飲むけど二日酔いはするんですか。いや、あの人だから一人で二日酔いするから。何やってんの。なんかあんだけ、ほら、あんだけ飲むから二日酔いしない人なのかと思ってました。いや、限度は分かってるんだけど、はい、あの、途中でどうでもよくなっちゃうっていう人なんで、いや、一番ダメな人ですね。いや、なんかほら、すごい僕も酒豪の知り合いいるんですけど、はい、その人がなんでそんなに飲むかっていうと、二日酔いにならないからなんですね。あ、全然、あの、だからなるの。苦しみを知ってるのにもかかわらず、飲むの。一人で飲み歩いてるのに、すごいな。酔っ払うんで。いや、もう、まあ、今日は二日酔いになってますけど、僕も二日酔いになりやすかなりなるんで。うわー、そういうのある。いやー、いいな。最大じゃないですか、今のは。ねえ、なるべく飲まないようにしてるんですけどね、苦しみたくないから。もう、あの、私は弱くてしょうがないんで、その二日酔いになる前に、あの、吐くっていう。なるほどね、当日来るタイプ。はい、二日酔いになったことあって、僕そこまで飲めない。当日来ないんですよ、僕。さあ、しっかり。あれはダメなんですよ。ピオル、ピオらない。いいファイヤーだったが、台で打ちたかった。うわー、間に合った。中スラだったんじゃないですかね。間に合ったかも。ね、小スラだったら多分大丈夫なんですけど。ナースシューファイヤーだったか。シューファイヤーだった。うおー、いや、美味しい。これは美味しい。美味しかった。いや、ドンピシャで トップスピン打ってましたね。すごいな。ダメです。まだ誰も入ってこないんで、やってください。じゃあ、いや、俺は。そうそう、あなたがやればいいんですよ、あなたが。いやー、俺そんな、俺あんな剣使っても俺あんな勝てないな。あんな勝てないよ、ダルシムにな。いや、昔剣使ってましたけど、あんな風にならんな。僕最初はブランカですよ。ブランカ使って次剣使ってキャミー使ってダルシム練習して、あんま勝てないからあんま最近は使ってなくて、でちょっとホンダ練習して、でキャミーはいつ使っても同じような動きができるんで、今日は久しぶりに来たんで。あれだね、あんま強キャラは使ってないんだね。あの、練習一応、あ、なんか基本コンボできるぐらいの練習はしてます。なるほどね。そうそう、バイソンだけちょっとどうやっても苦手で。あ、なんかあの短パもそうだし、あの 下オーバーが出ないんですよね。あ、なるほどね。ダッシュグラウンド出そうとすると普通のストロイトになる。あ、なるほどね。ダッシュグラウンドむずくないとか言って。波動拳が出んだっけ。え、あ、いやいや、波動拳が出ない。横下、横ため下、横ため斜め下、横下で出たんだ。なんで、まあ、全部斜め下でいいんですけど、だからなんか出ないんですよね。俺も出ない。よーしょー、龍から
うおー、あんなにあんま変なかったね。レッパがなんであんなにロック性能が高いのかっていうのを超人くんが、なんであんなにロックするのって聞いたら、あの超人くんが2段目かなんかの、もう2段目かなんかがのけぞらないんですよ。暗い判定が大か必殺だかわかんないけど、それぐらいのけぞるのに後ろにノックバックしないからあんなにロックするっていう。だからまあ2発目の昇竜が間に合っちゃうぐらいロックされるんだって言ってましたね。僕はなんか引き込まれてるのかなって思ってたんですけど、違います、その場でのけぞらない、のけぞらない、なんか引力があるんだ。そうそう、引力があるわけじゃなくてのけぞってないんだ。そうなんだ。ノックバックが出っ歯の2発目はノックバックがないんですよね。へぇ、どうやって調べたんだ。まあ、見て、単純に多分見て、あ、なんかノックバックしてねえなってなってる。お、簡単なやつ簡単なやつ、はい、あれまあ、下溜めてガチャガチャってやれば出るんで、ほら前下だと、なんだっけ、あの技エアスラは出ないんで、はいはいはい、だからスパコンコマンド入れて大パンとキックってずらせば簡単にあれはできる、簡単にできる上にめっちゃ減るんで、まあ安定です。うおー下がってる。いやー、どう我慢できるか、ユーズルできレッパが刺さる、逃げ場がない。なんかある程度レバーが分かってきたのか、もうあんまり変なコマミスはないですね。うおっと、
Okay.
まあ、ぶっちゃけの近みにも使う分にはいいけど、相手にするよ、ちょっと。まあ、それが、それもありますよね。近みに行くちゃんと、それがね、辛い。Fight!
来週。